モンハンダイレクトをご覧の皆様、こんにちは。モンスターハンターシリーズプロデューサーの辻元です。去年11月末に発売したモンスターハンタークロスですが、皆様のおかげで300万人以上の方にプレイをしていただいております。そして本日はさらに皆様にこのクロスの世界を広く深く堪能していただきたく、新たなタイトルをご紹介させていただきたいと思っております。まずはこちらの映像をご覧ください。どうぞ。その名もモンスターハンターダブルクロス、こちらの発売が決定いたしました。前作のモンスターハンタークロスの特徴としましては、4大メインモンスターの登場、4つの狩猟スタイルやそれぞれの狩り技、そして拠点となる4つの村、4という数字がキーワードになってました。まずこのタイトル名についてですが、前作のクロスに今回の作品の要素をクロスさせることによって世界をさらに広げたかったので、ダブルクロスというタイトル名にさせていただきました。前作クロスの内容が全て楽しめるのはもちろん、さらにパワーアップした要素が加わってより広く深く楽しむことができます。そのキーワードはズバリ6です。6という数字が一体何を示すのか、その詳細はモンスターハンターダブルクロスプロデューサーの小島からご説明差し上げます。小島です。これで6人になりましたね。それでは6について直接ご説明いたします。よろしくお願いします。今作には大きな新要素が6つあります。まず最初の新要素は新しい狩猟スタイルです。狩猟スタイルとはハンターの戦術や基本行動を決める個性的なアクションです。バランスに優れたギルドスタイル、
仮技特化型のストライカースタイル。空中からの攻撃を得意とするエリアルスタイル。ピンチを反撃に変える武士道スタイルという4つの狩猟スタイルに加え、さらに2つの狩猟スタイルが加わり、合計6つの狩猟スタイルが選択可能になります。その一つが攻め続けることで自己強化ができる新たなスタイル、ブレイブスタイルです。攻撃を当て続けるとハンターがブレイブ状態、つまり強化状態になり、通常では行えない強力な連携攻撃や素早い回避が可能になるアクションに特化したスタイルです。果敢に攻め続ける勇気がハンティングの決め手となります。もう一つのスタイルは、今後の情報をお楽しみにお待ちください。これらのスタイルを選ぶことで、より自分なりのハンティングが可能になります。2つ目の新要素は狩技です。モンスターハンタークロスの特徴の一つでもある狩技、その狩技も当然ながらモンスターハンターダブルクロスでも追加されます。どんな狩技が追加されるか、今後の情報をお待ちください。そして3つ目はニャンターです。クロスで初めてアイルーが操作できるようになった新システムですが、さらにダブルクロスではアクションがパワーアップしております。例えばニャンターでもジャスト回避ができるようになったり、踏みつけ跳躍ができるようになりました。まさにハンターの武士道スタイル、エリアルスタイル的なアクションができるようになり、ハンター同様ニャンターにも個性の幅が広がりました。そして4つ目の要素は新フィールドです。今回のダブルクロスから新フィールドとしてイグンレイが登場します。このフィールドはかつてないほど高い山の山頂で新たに発見されたフィールドです。さらに新フィールドだけでなく懐かしのフィールドも登場予定ですので、お楽しみに。5つ目の要素は新拠点です。今回新たな拠点としてハンターは流式船という大型の飛行船群に乗って狩りに出かけることになります。この流式船には集会所などもあり、本作から実装される GQ クエストもここから受注して狩りに行くことができます。最後は新メインモンスターです。前作モンスターハンタークロスにはガムート、ライゼクス、タマミツネ、そしてディノバルドという4頭の手強いモンスターが登場しました。今作はそれらに加え2頭のメインモンスターが登場します。それはふたつな持ちモンスターの筆頭、オーマ・ディアブロス。通常種でさえ手強いディアブロスですが、そのディアブロスが二つな持ちとなって登場します。新たな行動や生態が加わった二つな持ちモンスターの中でも随一の危険度を持つ、まさに暴君といえるモンスターです。そして翼脚の形状を変化させ、さまざまな角度でハンターに襲いかかるモンスター、銀翼の矯正古竜種バルファルクです。先ほどの映像を見ても分かる通り、高速で空を飛び、特徴的な翼脚をさまざまな形に変えてハンターに襲いかかる新しいタイプのモンスターと言えるでしょう。モンスターハンターダブルクロスでは2頭と4頭のメインモンスターが登場し、合計6頭のメインモンスターがハンターの皆さんたちに立ちはだかります。以上が6つの新要素となります。6頭のメインモンスターと6つの狩猟スタイルがぶつかり合うことで、さらに広く奥深い狩りを楽しんでいただけます。本日皆様にお伝えしたいゲーム内容としましては以上となりますが、この他にも様々な新要素がありますので、今後の情報を楽しみにお待ちください。ではいつこのモンスターハンターダブルクロスプレイできるのかといいますと、気になる発売日ですが、
モンスターハンターダブルクロスは2017年3月18日土曜日発売です。11月の10日より全国のお店などで予約開始となりますので、皆さんよろしくお願いいたします。もちろん前作モンスターハンタークロスをお持ちの方はセーブデータをほぼ引き継ぐことができます。また先日発売したモンスターハンターシリーズ初の RPG モンスターハンターストーリーズのセーブデータをお持ちの方はナビルーになりきれるお供防具を入手できる特典もご用意しております。そしていち早くこのモンスターハンターダブルクロスを皆様にプレイしていただきたく、11月中旬より体験会を開催しますので、ぜひご参加ください。詳しくはモンスターハンターダブルクロス公式サイトをご覧ください。さらにこの後ウェブ生放送モンハン特番2016オータムが放送予定です。モンスターハンターダブルクロスの実機プレイも予定しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。本日のモンハンダイレクトは以上です。ご視聴いただきありがとうございました。